9日です今回は C 国の習近平氏が軍と武装警察に対して「戦争準備をしっかり進めよ」と指示したというとんでもないニュースが飛び込んできたのでそのことについてとロシアのプーチン大統領が用意周到に仕掛けた無慈悲なウクライナ侵略戦争の続報などについてお話しいたします。まず3月8日の新華社通信によると 習近平国家主席が7日、全国人民代表大会、これは日本の国会にあたるいわゆる全人代のことですが、その軍と武装警察の分科会に出席し、海外関連の軍事活動に関する放置作業の加速を指示したということで、四国軍を海外に派遣して活動させる根拠法の整備を進める意向だと見られるということなんです。さらに習近平氏はその分科会で、 法に基づく軍の統治の実践で重大な進展があったと評価して、国防と軍隊建設の法治化の水準を高める必要があると述べ、今後も軍の引き締めを図っていく方針を示しました。緊迫する国際情勢を念頭に、習氏は、全軍が戦争準備をしっかり進め、各種の突発状況に適宜かつ有効に対処し、国家の安全と安定を維持する必要があるとも指示したということです。 これは本当にひどい話で、今現在北京でパラリンピックが行われているんです。それなのにその平和の祭典を開催している国が戦争準備ってもうわけがわからないカオスじゃないですか。やはりオリンピックが四国で開催されたことは大間違いだったと思います。 非常に腹立たしく、なおかつ危険な話なんですが、まあ現実問題として、それでは C 国がどこで戦争をするつもりなのかと考えると、まず一つには、ロシア側に立ってウクライナの侵略の手助けをするということが考えられます。そしてもう一つ、これは日本にも関係あることですが、C 国軍がロシア軍と一緒になって極東方面、例えば台湾とか尖閣沖縄とか、 もしくは北海道などへ攻め入るということも考えられます。中ロの艦隊が日本周辺の海域を威嚇するように航行するということがありましたけれども、今から思えばあのような中ロ連合軍の動きも戦争の前段階準備だったのかなという気がしてきます。 先日、四国の大き外相が、ロシアと西側諸国との仲裁をするのではないかという報道が流れて、親中派の人たちが、四国はさすがだなぁと、四国のことを褒めたたえていましたけれども、その下の根も乾かないうちに、自らが戦争準備って、やっぱり四国は信用ならない国です。四国国内では、今回のプーチン大統領のウクライナ侵攻、ウクライナ戦争について、 涙ながらに、プーチン大統領はよくやった。早く習近平氏も、四国のために立ち上がってくれ。と言って、プーチン大統領を絶賛する声が次々と上がっていたなんていう信じられない報道まで流れていましたけれども、そういう習近平氏やプーチン氏や金正恩氏など、独裁者が率いる権威主義体制の国と、私たち日本のような自由民主主義の国とが、 元々会議していたところ、その会議が最近顕著になってきているなというのを私はひしひしと感じています。ウクライナ戦争前、元々 C 国は香港やウイグル、そして例の病気の件などで国際社会から孤立して西側から制裁も受けるという状況になっていましたけれども、 ロシアもウクライナがこんなに粘り強く反撃してくるとは当初思いもよらなかったようでこのまま一日約2兆円の戦費を使い続けたらロシアはデフォルトが確定して破綻するかもしれないとまで言われています。さらにロシアは西側諸国からいろいろと制裁をかけられていてプーチン大統領も個人資産が凍結されたりして もう最近では見境がなくなってきて、NATO が攻めてきたら一緒に世界を終わりにしてやるみたいな感じで、気が触れたプーチン大統領が核のボタンを押して原発もろとも吹っ飛ばす可能性さえ出てきたということで、とにかく今世界は非常に不安定で危険な状況となっています。そんな状況の中、ウクライナの首都キエフがこの時点でも陥落せずに持ちこたえていることに対して、 私は胸が締め付けられそうな気持ちになっています。ゼレンスキー大統領が3月7日の ABC のインタビューで、ウクライナで起きている戦争について、自由に対する攻撃であり、今後ウクライナにとどまらず、世界全体に影響が及ぶと警鐘を鳴らしました。我々の次にはあなた方に順番が回っていくから、この野獣は食べれば食べるほど、ますます多くの獲物を欲しがる、 と発言したことを私は非常に重く受け止めているんです。周囲をロシア軍に包囲されているこの時点でも、ゼレンスキー大統領は、キエフに留まるという意思を示して、全世界に向けて命がけの警鐘を鳴らしているんです。本当に立派で、国のトップであるべき人の鏡で、ウクライナ人の方々は幸せだな、としかもう言いようがありません。ゼレンスキー大統領は、アメリカとナト o に対して、 ウクライナ上空の閉鎖に協力するよう呼びかけていたんですが、いまだにそれは実現されていません。アメリカとナト o は、ウクライナ上空で飛行禁止区域を設定したら、欧州での本格的な戦争につながりかねないとして、飛行禁止区域を設定することを拒否しているわけなんですよね。世界一の核兵器保有国であるロシア、そのトップのプーチン大統領が気が狂って核のボタンでも押したら大変だからということで、西側諸国が、 手をこまねいているわけですが、これもしもロシアが核を保有していなかったら、ボコボコに攻撃されていますよね。ですから核の抑止力ってこんなにすごいんだなぁと、核を保有していない日本からしたら、まざまざと見せつけられているような感じです。安全保障のバランスが崩れると戦争が起きやすくなりますので、日本の適正国家が核を保有しているのであれば、当然日本だって核を保有しなければ生き残れません。 核被害国である日本こそが二度と核の被害に遭わないために、そして戦争抑止のためにも核を保有すべきだと、その権利がどの国よりもあると私は思っているんです。SLBM、原子力潜水艦を日本は自前で開発する力がありますし、核シェアリングも含めてもう議論もダメだというようなリベラル左派の人たちの考えは日本を滅ぼすことにつながりかねない非現実的な考えですので、 国民世論でどんどん盛り上げて、日本が核保有国になれるように導いていきましょう。ゼレンスキー大統領が次はあなたの国だと指摘されていたように、このウクライナ戦争は日本にとって決して人事ではありません。プーチン大統領の野望は大ロシア帝国の復活、そして今はウクライナを軍事的に無力化して、そして海儡政権をウクライナの中に作るということなんですけれども、 万が一、ウクライナでそのプーチン大統領の野望が果たされたら、今度はポーランドから旧東ドイツにかけてとか、バルト三国とか、北方領土だけではなく、日本の北海道まで取りに来るといったようなことも現実的に起こりうるんですよ。少し前にロシア政府がアイヌのことを先住民族だと言っていましたけれども、まあ、皆さんもご存知のようにアイヌは先住民族でも何でもありませんけれど、 そんな風に捏造された歴史を理由にアイヌを保護しなければならないとか言ってロシアが北海道に攻め入ってくる可能性だってあるんです。もしくはプーチン大統領が DS と戦っている救世主なんだと言っていらっしゃる方たちの見解をもとに考えると日本には DS が入り込んでいるからその悪である DS を倒すために日本に攻め入らなければならないとか言って ロシアが日本に攻め入ってくる可能性だってあるということになってしまいますよね。その場合、今現在、プーチン大統領を擁護されている方たちは、祖国日本にロシアが攻め入ってきても、プーチン大統領は侵略者じゃない、DS と戦ってくれている救世主なんだ、感謝しなきゃいけないと、あくまでもプーチン大統領を擁護するのかなと、そういうところも私としては気になるんですよ。あそ,うそう、コメント欄を読んでいたら、 ロシアがジェノを行っているのではなくて、ウクライナの方こそがロシアに対してジェノを行っているんだと言っていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、それは私が前々回の動画で話したホロトモールのことで、歴史を見てもスターリンが人工的に飢餓を起こして、数百万人から1450万人とも言われるウクライナ人を餓死させたということもありますので、ウクライナの方が加害者とは私は全然思いません。 何度も言いますが特に日本はソ連とその正式な後継国であるロシアから北方領土を奪われ続けているので同じ被害者という視点で見てもウクライナとこそ連帯する必要があるんですウクライナ頑張れという立場じゃないですかそれに1945年の8月にまだ有効だった日ソ不可侵条約をソ連が一方的に破って 満州南カラフと千島列島に侵攻してきて、ソ連人、ロシア人から日本は領土を侵略され、略奪され、女性たちは強姦までされて、大勢の日本人が不当に人権を侵害され、命も奪われたんです。日本兵を奴隷扱いしない、家庭に復帰させると保障したポツダム宣言もソ連は破って、 約60万人とも言われる日本兵をシベリアへ抑留して奴隷労働、強制労働をさせたんです。そして今もロシアは日本を武力で威嚇して、3月2日には北海道根室半島沖の日本の領海の上空でロシアのヘリコプターと見られる機体遺が確認されたということもありましたし、それにロシアは日本へ核兵器まで向けているんですよ。 そんな風に日本に敵対行為ばかり繰り返すロシアに肩入れする日本人がいるっていうことが私には信じられません。例えば拉致被害者の方たちの無念な気持ちを自分の身に置き換えて想像してみることと同様に、 シベリアへ送流された日本人の方たちのことを自分の身に置き換えて考えたら、もしくは自分の家族にそういうことが起きたらというふうに考えたら、それを行った北やロシアに対して怒りがこみ上げてこないはずないんですよ、日本人ならば。DS が悪で敵だとしたら、ロシアだって日本にとって悪で敵じゃないですか。 私は DS に支配されている世の中も嫌ですけれども、今のように権力にしがみついて、原発さえ爆破しようとしているプーチン大統領の支配する世の中に住むのだって嫌です。ですから私は日本の国益、そして世界の平和というものを考えたときに、ロシアの立場に立つなんていうことはありえないと思っています。 冒頭で話した習近平氏の野望とプーチン氏の野望は、まあ、見ている方向は違うんですけれども、双方の利害関係という点では合致していますので、中ロともに国際社会から無法者として孤立していますので、この際、領土を拡張してやろうということで開き直ってくる可能性も十分に考えられます。日本は最大限の警戒をしなければなりません。そうした中、先日私はこのチャンネルのコミュニティにも投稿したんですが、 3月3日にロシア外務省幹部、これは女性のザハロア報道官のことですが、彼女が日本が北方領土の主権を主張することは永久に忘れた方がいいなどと耳を疑うような発言をしたんです。そもそもこれは進ロ派の政治家とか日本政府にも問題の一端はあるんですが、 2020年の7月にロシアは憲法に領土の割譲を禁止する条項というのを盛り込んで改正していて、北方領土の交渉そのものが難しくなったという立場を示す発言が目立っていました。言うまでもなく、北方領土は日本固有の領土ですから、ロシアが4島を揃えて日本に返すのが筋なんです。 進路派の方々はロシアからここまで母国日本を愚弄し挑発する発言をされても平気なんでしょうか私はロシアには怒りしか感じません。ロシアは他国の誇りと尊厳を平気であざ笑い踏みにじる自己中心的で最低な国です。世界はロシアの今回の残忍な侵略を永久に忘れません。日本から多額の経済援助を引き出し続けて 腹の中では日本を愚弄し続けていたロシアに対して、そして今この瞬間にも大勢のウクライナ人の方たちの命を殺めているロシアに対して、私は本当に腹が立ちましたので、ロシア政府の公式ツイッターアカウントにロシア語で以下のようなメッセージを送りました。 私はロシアによって現在進行で行われている悪逆非道、残虐無比な蛮行を絶対に許すことができません。プーチン大統領、ロシア政府、そしてロシア軍、あなた方は正義のために戦っているのではなく、嘘に満ちた侵略戦争のために戦っています。今すぐ罪のないウクライナ人に対するジェノをやめてください。あなた方こそネオナチです。 ウクライナに栄光あれ、こうしたメッセージを送りました。とにかく野蛮で秩序を乱す無法な国家に対しては国際社会が一丸となって制裁しなければならないところ、橋本徹氏がテレビ番組で高市政調会長と共演されていて、 C 国を取り込まないとロシアに対する経済制裁の効き目が弱いと言われているから C 国に頭を下げてでもこっちについてもらう必要があるんじゃないかと高市政調会長に問いかけていてもう唖然としたんですよ。橋本氏は何を言っているんでしょうか尖閣を起業会侵入を繰り返したり法人を拘束したり ロシア艦隊と共に日本を軍事威嚇したりする無法者国家主義国に日本が下げる頭などありません。むしろ主義国の方こそ日本と世界に対して頭を下げるべき立場のはずです。高市政調会長が主義国に頭を下げる必要はないと堂々とぶれずにおっしゃっていたのでまだ救われた気がしました。 一刻も早く、やはり高市政調会長のような国家間のしっかりした方に日本の総理大臣になっていただきたいです。逆に万が一橋本徹氏が日本の総理大臣だった場合、四国やロシアが日本に攻めてきたらすぐに手を挙げて降伏してしまうのかと思うと空恐ろしくなりました。 降伏したら、まあ今よりは不自由な生活になるかもしれないけれども、まあまあな生活が待っていると思っている人たちがいるかもしれませんが、それは大間違いですから。降伏したら待っているのは、ジェノなどの人権弾圧だということが歴史を見ても明らかなので、ウクライナ人たちは今抵抗しているわけです。日本も例外ではなく、特に中ロは歴史を遡っても日本に良くない感情を持っていることは明らかですので、 安易に降伏すればいいと考えるのではなくて、日本は自国で自国のことを守りきるんだと、しっかりと覚悟を持って、それに備えていかなくてはなりません。防衛力強化が必至です。そうであるにもかかわらず、日本維新の会の鈴木宗男参議院議員が3月6日に公式ブログを新規更新して、ロシアのウクライナ侵攻における日本の姿勢について、 インドの姿勢を参考にすべきではないかと記したたとということなのでもう呆れ果てました鈴木宗男氏は「制裁をいかほど課すよりまずは話し合い交渉こそが問題解決の道である」「何よりも対話話し合いが問題解決の一番であることを日本政府は強く呼びかけるべきである」と綴っていました橋本氏同様鈴木宗男議員の発言にもあきれ果てるばかりです。 今の時期にロシアからのエネルギー供給は不可欠だなどと発言することは日本の経済安全保障上非常に危険であることは言うまでもありませんまたロシアは対話が通じない相手だからこそ日本を含む国際社会が連携して様々な制裁を課しロシアの力をそぎこの残酷な侵略戦争を止めさせようとしているんです鈴木宗男氏は日本の国会議員でありながら 日本をロシアに従属させるために働いているのかなと本気で疑ってしまいますいずれにせよスパイ防止法の制定が急務です宗男氏の娘の自民党の鈴木隆子外務副大臣も明らかに親路派で駐日ウクライナ大使と林芳正外相が話し合いできないように裏工作していたのが鈴木隆子氏だったということもウクライナ大使の発言によって明るみになりましたのでこれが事実なら 国益に反する行動をとっている国会議員ということになりますので議員は即刻辞任していただきたいですし鈴木宗男氏同様タカ子氏も監視対象にしなければならないのではないでしょうかそれからタス通信によるとロシア政府は3月7日に ロシアのウクライナ侵攻に関連して対ロ制裁に踏み切った国・地域を非友好国に指定してそのリストを公表したんですけれども欧米などの制裁に同調した日本も含まれていたということです非友好国とされたのは米国、英国、EU 加盟国のほか、カナダ、オーストラリア、シンガポール、台湾などでした非友好国の指定は大統領令に基づいていて 指定された国、地域の企業などから投資を受ける事業の契約締結にはロシア政府側の許可が必要になるほか政府や自治体、企業を含むロシアの債務者は指定された国、地域の債権者に対してロシアの通貨ルーブルによる債務返済が可能となるということが記事に書いてありました日本がロシアからご丁寧にも非友好国認定を受けたとのことなんですが 元々北方領土を餌に日本からお金を巻き上げることしか考えてこなかったくせによくも上から目線で日本に対して非友好国だなんて言えたものだなぁとその厚かましさに逆に感心してしまうほどですこんな国と日露平和条約が締結されていなくて本当に良かったですしもう未来永劫日本はこんな国との平和条約締結交渉に時間を無駄に費やす必要がなくなったわけです 新炉派の方たちにとっては残念なニュースかもしれませんが日本の国益にとっては朗報だと思いますそれにしても非友好国リストなんてものを作成するとはロシアは四国や北と同様やることなすことすべてが存在で本当に幼稚だなぁと感じます安倍元総理なども今まで日ソ共同宣言をもとに日露平和条約を結んで 北方領土の2島を返還してもらおうとしていましたしロシア側のラブロフ外相も第二次世界大戦の神聖な結果を日本は認めろなどと言っていたんですけれども今回くしくもロシアの方こそがその第二次世界大戦の神聖な結果を覆すようなことを始めて つまり、ウクライナ戦争を始めて、第三次世界大戦に通じる扉まで開いて、そして、日本を非友好国と認定したわけです。ですから、第二次世界大戦で敗戦国となった日本が、不当に国際社会からいじめられてきたことも、もうここまでだと私は思っています。日本が北方領土を取り返す潜在一遇のチャンスです。ロシアはなくなるかもしれませんし、仮にロシアが潰れなくても、 ルーブルが紙くずになったらロシアがデフォルトして破綻しますので、まあお金で解決するのか、それとも自衛隊が乗り込んでいくのか、いろいろなパターンを日本政府は考えておく必要があると思っています。ということで今日は四国が戦争の準備をしているということと、ウクライナ戦争の続報などについてお話しいたしました。それから前回もスーパーサンクス、 サンクスボタンでご支援くださった方々ありがとうございますとっても感謝いたしておりますそしていいねボタンを押してくださったりコメントを書いてくださったりした大勢の皆様ありがとうございます大変感謝いたしております先ほどのロシアの非友好国のリストの中に台湾の名前も入っていましたが ロシアは台湾をリストアップするということは、一つの C 国ではなくて、台湾を一つの独立した国家だと思っているんでしょうかそして、警告の名前も入っていました。警告はロシアからは恨まれ、西側からは信用をなくすという踏んだり蹴ったりの結果となっているようです。はい。今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。 失礼いたします。